まあとりあえずインドネシアのことがよく分かんなかったんで、まあ本当に日本語が喋れる、日本語の勉強してるアチェの人とすごいいろいろ質問とかしたりして、そしたらなんか意外とその日本のことみんなよく知っていたので、アニメやゲームのようなそういうサブカルチャーのことから、その富士山やその歌舞伎町やそういう観光地のこととかも、本当にみんな日本のこと好きだなっていう感じがあったんで、割と普通に友達としてまあやったんですね。で、津波ミュージアムっていうのはすごく大きいミュージアムで、来場者も何千人来るようなでかいところだったんで、一人でやるのはまあもうかなり難しいということで、最初からなんていうかな、そのアチェの若者たちに、僕がいなくてもそのワークショップなりその展示を回せるようなサブリーダーを作ってですね、そのリーダーにその木彫りを教えたり、そのいろんな様々なそのワークショップの方法について教えたんですよね。で、よくね、熱帯地方の人たちは時間にルーズだとかっていうような、最初にそういう話は聞いていたんですけども、まあアチェの今回のプロジェクトに集まった若者っていうのは、非常に約束もよく守るし、時間通りに動いてくれて、まあ、あとやっぱりなんていうかな、非常に情熱があったので、結果いろんな人を巻き込んで大きなプロジェクトになっていったっていうのが、本当僕としては非常にやりやすくもあり、結構珍しく成功したなって感じたプロジェクトですよね。ワークショップしてる時に、日本だと木彫りじゃないですか。でも彼らあっちでやったらいろんな絵付けしたりとか、ヒジャムの子とかいっぱい作ったじゃないですか。その辺の説明をお願いします。アチェは本当にイスラムに対する信仰が厚くて、どんなものを作っても最終的にはイスラムっぽいものができてしまうっていうのは、面白かったですね。自分たちの持ってるその宗教観とか文化に、非常に高い誇りを持っているというのがまずある。でも面白かったのが、僕が日本人で日本から来たアーティストがワークショップやろうっていうところの中で、よく見るとセーラームーンみたいな木彫りとか、ナルト、日本のアニメーションに出てくるキャラクターみたいなものを、意識して彫っているという、そういうのもたくさん、いて、で、なんていうかな、彼らには僕は震災とか津波とかっていう、そういう、なんていうかな、その災害があったアチェで、犠牲になった人をっていうことは、まあ確かには伝わったと思うんですけど、それプラス、日本に対するイメージとか、憧れとか、だからちょっと日本が好きですみたいな気持ちが木彫りにこもってたのが印象的でしたね。なんかいろんなものが混ざってたっていうのがあって、それは僕は最初は全然要求してなかったところなんですけど、それが結果的に出た。その流れでじゃあ、まあ日本に対してね、すごい憧れがあるんだけど、彼ら実習生として来ると、なんか大した仕事についてないみたいな話を、パルコさん、フェイスブックでかなりされそうてでるじすゃないね。ですか、その辺の話をちょっとお願いします。ああ、そうです。ですね。まあ、なんでこのアチェの若者たちはこんな日本のアニメ詳しいんだろうとか、すごいいろんなことをどこから情報を得てるんだろうって思ったんですが、まずはネットっていうのはありますけど、まあ、それ以前にそのアチェの本屋さんとかに行くと、もう膨大な数の日本の漫画が翻訳されて売られていたりですとか、
まあ、やっぱりその日本の文化っていうものがすごくこう、まあ、あるのとプラスその特になんですけどその日本よりも多分その IT の技術っていうのがある日突然こう流れてきたような感じがあるんですよね。だからその何て言うかな、僕たちは例えば